はい、おはようございます。YC の馬券、地方競馬探検のコーナーです。今日はですね、川崎のメインレース、川崎だよね。そうですね、川崎の、メインレース、鎌倉記念ですね。グレード3、まあ、全日本優駿、トライアルですね。全日本に2歳優駿か。トライアルです。まあね、地方の2歳馬の重賞ということで、ちょっと難しいような気がします。まあ、2歳って言ったらね、まあ、幼稚園生のかけっこみたいなもんなんで、何が来てもおかしくないんじゃないかなっていうのは、若干あるんですが、そうですね。そんな中、僕の本命は、ってこれ当選ラーって書いてあるけど、当選ラーと勝負してたのかな。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。地方競馬開いてなかったな。開いてなかったな。やばいやばい、放送事故だ、放送事故、放送事故だ、放送事故だ。テルティー、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 テ
テン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 ピューンって、何の音楽だ。当選ラーク、当選ラーク、当選ラーではない。まあそうっすね、行こう。僕の本命は、おーっとごめんなさい、放送事故だ、放送事故だ、これこそ放送事故だ何やってんだ。はい、ウィンバローラス、ウィンバローラスですね。中央から、転入してきて、初戦なんですが、まあね、中央で未勝利ですが、ダートで一着していることもありますし、前走は、芝で3着もしてます、クローバー賞ですね、札幌ですけど、まあそこそこ、力がある馬だとは思います。で、まあダートがどうかっていうのは、まあ福島で勝利してますからね、未勝利勝ち上がってるんでいいと思います。で、そうですね、スピードがやっぱ JRA でね、上位で、3着馬券圏内に絡める馬ですので、まあスピード違うでしょう。なので、この馬がまあ差しになってますけど、まあ逃げ切るんじゃないかと思ってます。あの前回、差しかでも前々で競馬できるんじゃないかなと思いますからね。ウィンバローラス、本命としたいと思います。はい、ですね、対抗はどれにしよう。そうですね、お馬タイム、なんかふざけた名前だなお馬タイムですね。まあこの馬、紋別で、1102という成績で、前走、大井の、140万下のレースを使って1着と、まあ転入初戦で1着っていうのは、まあ相当結構実力があるんではないかと思います。はい、隣に笠松の馬がいますけどね、よりは全然いいんじゃないかなって。もう紋別の馬って結構強いですよね、イメージ的に。紋別から転入してきた馬っていうのは結構
僕の中ではね結構いいイメージなんで、まあ南関東の馬場にも合ってると思いますんで、大馬タイムタイムパラドックス3区、2番手に押したいと思います。3番手黒三角はこれですな、これサダムリスペクト、なんか名前が良くないな。サダムリスペクト、まあいいか。あんまなんかそのそういう政治的なことは言うのやめよう。はい、この馬も門別からですね。あ、違うわ、北海道の馬だ。まあ転入はしてないんだ。まあ門別で使って。まあこの、まあ、3走しかね全3走しか乗ってないんですけど、3走前2着門別のオープン戦で2着、続く、まあ、同じく門別の、オープン戦で2着で、そこから JRA の、まあ、札幌ですけどスズラン賞4着というね、実績ある馬ですので、まあ間違いなくここでは力は上だと思います。なので、この馬を3番手にしようかと思います。あとは、まあ、プレミアムトーク、これも北海道の馬ですね。これも、なんとなく力のいるババアのような感じなんですよね、門別ってね。だからパワーはあると思いますんで、まあそうですね、元 JRA 勢と北海道勢という感じかな。大成スオードも北海道の馬ですけどね、これはちょっといらないかな。まあこの4点で、勝負をしようかなと思います。違うな、一応どうだろう、クールテゾーロ、熟有力って書いてあるよ、どうかね。いや、いらないでしょう。ちょっと穴っぽいところを狙ってみたいと思うんで、まあこの4頭で、今回は勝負をしたいと思います。本命がウィン、3番のウィン・バローラス、まあ、中央で実績がありますよということですね。中央で実績がありますよということで、力は上位だろうと、スピードが違うだろうという感じですね。で、対抗が大馬タイム10番ですね。まあこれこの馬、まあ門別でまあ良績あって転入初戦も勝っているんで、先行できればまあ馬券圏内かなということですね。で、3番手サダムリスペクト、これもまあ門別のオープン特別でまあ良績あって、前走 JRA のレースでね、芝ですけど4着していると、まあ、掲示板乗ってるんで、まあ、力はあると思いますんで、サダムリスペクト3番手で、同じように、門別で、ね、良績のあるプレミアムトークですねを、4番手ということにして、この4頭で、
まあ、今日はちょっと遊び程度に、生まれんボックスで行こうかな。生まれん、ああ綺麗に書けない。生まれんボックスで、遊ぼうと思います。はい、こんな感じでございます。はい、それね、それね、締めの言葉が見つかりませんが、これから、地方競馬もね、動画上げていきたいと思いますんで、地方競馬というか、南関競馬ですね、南関競馬を、南関東競馬を中心に、まあ、交流重賞があるときはそっちを予想しますけど、まあ、地方の競馬も予想していきたいと思いますんで、そちらも、お付き合いいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。Please enjoy your horse racing. 本日も、ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。